おはようございます。今日はですね、超久々のリーグ戦です。コロナ禍の影響でですね、ちょっとリーグ戦が延期してまして、もうね2月なんですけど、今日久々にリーグ戦があります。しっかりねチームとして勝っていけるように頑張っていきたいと思います。では行きましょう。じゃじゃーん、おはようございます。やりやすいやー、あ、ちょっと待ってくれ、試合行きます。今日もお願いします。よし、行くぞ。今日勝ちましょう。勝つよ、絶対勝つよ。ちょうど今日ベンチ外かもしれないんですけど。いや、今日はベンチに入れるのかスタメンなのかベンチ外なのか楽しみですね。どこのコンビニがいいとかある？あなたのコンビニ、ファミリーマート。ファミマ行くか。じゃなくても どこでも大丈夫です僕。ただちょっと行ってみたかっただけです。なんだそれ。あー、暑いですね。今日20度ぐらいまで上がるみたいです。西日が眩しいです。突然なんですけど、今日多分リーグ戦最終節です。コロナの影響で3チームぐらい僕たちの相手が棄権したんで、今日最終節です。なので僕たちは昇格戦に行けません。辛いですね。まあコロナにも打ち勝つのがね、僕たち YouTuber なんで。でもそれは恥ずかしい。僕たち YouTuber 恥ずかしいわ。頑張っていきます。いつものコーヒー飲んでるじゃないですか。ウィンク来たね。ウィンクになってね。花粉がちょうど取ろうとしてた時に取っちゃった。気合を入れて行ってきます。ワンピ、え、マジか言わない。え？どこっすか？じゃあやってこう。ナイステップです。ありがとう。急に来たの、来たあ、プレイステーションの人、プレイステーションの人、プレイステーションの人。 I am a football player。 ドイツ語でいいですか？コスケ、コスケ、ドイツ語、コスケ、プレイヤー。今日今日マジやばいっす。活躍しちゃった。あ、コスケちょ、実質はあのワンアシストしない。ナイスアシスト。アジさんスーパーセーブマジですごかったです。いや、あれはスーパーセーブ。マジスーパーセーブ。ナイスサイドネット。中に3人いながらも無視していく。あの豪快な話し方。
はい、帰ってきました。今日はですねリーグ戦でした。で事実上のですね最終節でした。本日のリーグ戦はなんと4対0で勝つことができました。で僕はですね今日、スタメンで出させていただいて、ま、勝利に貢献できたので、ま、今日は結果に満足してます。ただ余韻に浸るのは今日までです。また明日から切り替えて次の来シーズンに向けてしっかり個人としても準備していきたいなと思っています。まあ、コロナ禍の影響でですね事実上今日がラストのリーグ戦になってしまいましたが、結果を開けてみれば、まあ、僕たちはリーグ戦ですね負けなしでここまで来れたんですが、まあ、昇格トーナメントにはちょっといけないということで2部昇格はなくなってしまいました。で今シーズンのね目標2部昇格っていうのがねチームとして果たせなかったことがすごく悔いに残ってますが、まあ、ここを引きずっててもしょうがないので、もう切り替えるしかないです。もう本当にコロナのせいです。まあでもですねこんな経験はですね今年しかできないと思うので、まあ、これをポジティブに捉えて来シーズンに向けて頑張っていきたいなと思ってます。1年間を通してですね FC 相模原セカンドそして水島勇輝をですね応援してくださった皆様ありがとうございました。引き続きですね来シーズンの応援のほどもよろしくお願いいたします。はい、ではね明日も仕事があるので今日はストレッチをして寝ます。では皆さんまた。チュ